めっちゃ崩壊してるけど、キモ。ほいということで、今回はこの As Usual というゲームをやっていきたいと思います。とりあえず、前情報的には、まあ、アスムからのやけど。日常系ホラー、日常系短編ホラーっていう風に、アスムからは聞いとんやけど、まず日常系のホラーってなんだ？わからん。As usual。まあ、普通に訳したら、いつものようにとか、そういう感じよね。とりあえずやっていくか。このメイン画面に映っとるのなんなんやろ？なんか、薬瓶みたいな感じがするけど、でも中なんか写真みたいなの入っとるよね。よくわからん。じゃあとりあえず始めていきます。ニューゲーム。ここは静かだ。何も変わらない生活。変わらない風景。名も知らない。いつもの鳥がどこかへ飛んでいく。私はそれを眺める。どうか、この穏やかな日々が続きますように。うん。あ、起きた。ドット絵系。まあ、あれか。さっきの薬瓶がどうこうとか、そういうのからして。これどういう格好？コート？コート着とんかな？なんか、ハリーポッターみたいな感じのコートに見える。あ、顔洗った。なんか下のコマンドみたいなの消えたな。あ、下にあるのが、せんといかんことってこと？ってことは次歯磨き。次歯磨きっていうか一番最初のあれを、あ、もしかしてあれか。カレンダー確認するとかそういうことか。今日で11日目。今日もいつも通りに。思ったより日浅いけど。なんだ11日目。んで、食事。これ順番通りにやっていった方がいいかな。まあ、気づけたけん。順番通りにやっていこうよ。え？ご飯を食べる。なんかどう、なんか森の奥とかにありそうな感じの家よね。木こり小屋みたいな。で、焚き火に火をつける。薪をくべないと火はつかない。あ、なるほど。はい。はい。この薪は湿気ていて役に立たない。置いとくな。ってことは外か？なんかこれマット汚れてない？帰ろよ。それか、なんか、ねえ、洗濯するとか、薪を割る。ん？外でもなんかすることが変わったな。外は外ですることがある。鳥？これ？なんこの白くて目が赤い鳥。え？この鳥をどうするんだい？揺らすんか、木を。あ、なぜすることの中に鳥を追い払うがあるんだ？鳥を眺めるとかめでるとかかと思ったよ。あそこでなんかすごいはたはたとひらめいてるのがすごい気になるんだけど、とりあえず次は斧を持つ？斧、こっちからか？お、え？何？どうするの？持てない。普通に薪の方行ったらいいんかな。え？あ、できた。斧で薪を割る。薪を手に入れた。で、あ、雑草をむしるんかな。え、雑草かな、これ。あ、雑草をむしった。あ、で、これがあれだね。このなんかひらめいてるやつだね。飛行機が飛んでる。あれは飛行機だろうか。今日で11日目みたいによったよね。何？遭難したわけじゃないよね。めっちゃ普通になんか家あるし。あ、でももともとここにあった家とかかもしれんな。で洗濯物を洗濯するのかまずできないんですけど洗濯だけできない、まあ、とりあえず薪ゲットしたけん帰って大丈夫かな。あ、なんかここ一番下に服のマークあるけんそれが洗濯かな、わからん。とりあえずはい薪をくべて火をつけました。んでやかんこれかな、やかんを火にかけるんか。はい、そして何このピカピカ何このお湯をどうすんだ、こっちか。何かしらに注いだ。体を拭く前に洗濯物を終わらせよう。あ、お風呂ない感じ？なんかお湯をつけて絞ったタオルで拭くだけってこと？ずっとその暮らし？いや、まあ世の中にはそんな人もいるんだろうけども。洗濯終わらせようって言われ、ちょっと待って、これ？なんか持ったけど。持って外出ていったらいいんかな。あ、これを洗うってこと？あ、ぽいね。あれ？じゃあ、これ、別にコマンドがする順番ってわけではないのか。今一番最後にあったもんね。洗濯物干した。外ですることは終わったっぽい。じゃあ、どの順番でもいいんか。はい。で、体を拭く。でも今さ、服全部洗濯したけど、もう一回同じ服着るの？今脱いだやつ。着たな。着たわ。んで、なんだこれ、ベッド整えるってことかな？整っとるけどな。ここに来て何日が経ったかをやっぱここに来て何日が経ったかって言うるな。もともと誰もおらんかった小屋とかに住み着いた感じ？さっきなんか飛行機飛びおったし。いやでも墜落してこんなピンピンはしてないか。わからん。でもなんかちょっと助けを求めよる風なんかなと思ったけど、なんか赤いピロピロみたいな。いや目立たんか。わからん。ここに来て何日が経ったかを把握し、最低限の食事をとり、歯や顔を洗い、妻子に思いを馳せ。あ、これ、男の人なの？そこからしてわからんけど。やっぱ一人だけなんか山で遭難してしまった感じ？結構悠々自適そうな暮らししよるけど。錠剤を流し込み。あ、薬？なにどうした？なんか揺れたよ。なんか頭抱えとるけど。頭痛薬かな？薬。あらゆるものを私から遠ざけ。草をむしり、薪を割り、暖炉にくべ。夜間で湯を沸かし、体を拭き、眠る。あらゆるものから私を遠ざけてということを近づかんといかんくない？助かりたかったら。今日もいつも通りに。でもそのいつもがまだ11日しか経ってないけんな。何あれ、なんか人影が2つ。何あの人のマーク。なんか。いつの間にやら洗濯物が戻ってきて、明日の洗濯物だ。これ今着てるの違う服？なんか同じ服何着も持っとるタイプ？まだ11日しかここにおらんのに？どんな状況であれ体は清潔に保つべきだ。まあね、ちゃんと保てとんかな。それならいいんやけど、今日はもう必要ない。お湯はもういらないと。よく燃えている。うん、よかった。今日もいつも通りに。それが私の唯一の平成。これ最後のやつかな今。何？お酒？お酒飲んだの？なんかちょっとふらついたけど。もう一回見たら何かわかる？薬は効いているのだろうか。あ、薬？なんかフラフラしてたよ。大丈夫？食事はもう別に。あ、ここになんかあるな。何これ？あ、妻と娘の写真。あ、これ写真なんや。あ、じゃあさっきの2つの人の影みたいなのは写真ってこと？どちらももういない。そういうこと？一人で遭難してしまったとかじゃなくて、なんか帰らんといかんところがあるんかと思った。いないのね。子供も？今日はもうやることがない。ベッドに入って明日を迎え、早くね。さっき起きたばっかりな気がするけど。もう寝るの？マジで？一日何時間寝る感じ？あ、セーブがあるのね、ちゃんと。はい。私は変わらない日常を願っている。何も変わらない生活。変わらない風景。名も知らない。いつもの鳥がどこかへ飛んで。それでいい。薬の効き目は多分あるのだろう。世界はいつも通りなのだから。どういうこと？それ薬となんか関係あるのか？なんか汚れ増えてない？掃除してないけんやない？ほら、なんかここ汚れとるって。昨日なかったよね、この汚れ。あとこの壁の汚れも。あ、今日もまた。なんかすること変わってないな。あ、そっか、いつも通りの日常。毎日このルーティンだけで終わっていく感じ？これってさ、朝のルーティーンじゃない？ただの。朝のルーティーンやって寝るの？一日短すぎやって。とりあえずカレンダー確認。今日で12日目。今日もいつも通りに。本当に12日目？なんか夕方とかに起きてない？だって寝すぎやもん。逆に一日の感覚わからんくない？今日もいつも通りね。じゃあまあ昨日と同じように過ごしますか。顔あ、歯磨きか次。顔洗って、歯磨き。鏡とかもちゃんとあるんやね。てか、生活用品は歯磨きとかは持ち歩きよったってことかな。で、食事をして、待って。うわー、難しい。操作が。はい、食事をして、これ何食べようんやろうね。パン？食パンかな？わからねえ。んで？また？薪をくべないと火はつかない。この薪はなぜ湿気ているのだろう？なぜこんなに血の匂いがするのだろう？どういうこと？血で湿気てるの？何それ？やめてよ。何これ？これ何？いつもの鳥はもう飛ばないようだ。日常の一部だった彼。せめて眺めのいいとこ、なくなってるのこれ？どういう状態かよくわからないんだけど。眺めのいい場所、あそこ？しか思いつかないけど。この辺です。これですか？この辺でいいだろうか。あ、ちょっと横に勝手にずれた。お墓だ。あんなになんか追い払いよったのに。てかなんで鳥を追い払うのが日常に組み込まれとったんやろ。んで？薪を切る。切るってか薪を割るか。薪を手に入れた。で、とりあえず雑草を掃除しとく。はい、雑草を蒸して。雑草生えてくるの早いな。ね。彼も変化に殺されてしまった。死の間際、その目は何を見たのだろう。彼も変化に殺されてしまった。この世界では、いつも通りの日常を送らんと死ぬ世界とかそういうこと？どういう世界観？よくわからんけど。とりあえずまた飛行機が飛んでいく。あれは本当に飛行機だろうか？どういうこと？何その意味深な。本当に飛行機だろうか？じゃなかったらあの巨大な物体は一体何なの？ちょ待って、あっちに行かせてくれ。洗濯物取り込んどくか？取り込めないのもしかして。取り込ませてよ。あっち側からなら取り込めるとかそういう。取り込めねえな。カゴ。なぜ取り込めねえんだ。新しいのを干そうとしたら、あれも取り込むかな。とりあえず薪をくべます。はい、今日も火をつけた。んで、やかんを。なんかね、どんな状況でも清潔に保つべきだっていうなら部屋の掃除もそこは含まれないのかい？湧くの早い。そして今日も体をきれいに。服。あれ？体を拭く前に洗濯物ね。はい。これと入れ替えでって感じかな、外の。はい。あれ？ここか。あ、で取り込んでる。で新しいのを洗ってあれを持っていくんやね。もう今日外でやることが全て終わったよ。早いって。早すぎるって。で今日も体を拭く。服変わってないよね。変わりよるんかな。ちょっといまいちよくわからんねやけど。んで、これベッドやったよね。ここに来て何日が経ったかを把握し、最低限の食事をとり、歯や顔を洗い、妻子に思いをは同じことを思いをはせ、錠剤を流し込み、うい、またあらゆるものを私から遠ざけ、草をむしり、巻き終わり、暖炉にくべ、やかんで湯を沸かし、体を拭き、眠る。今日もいつも通りに。でも一応ベッド確認するのもなんか組み込まれてるよね、ルーティーンに。で写真。妻と娘は殺された。変わりゆく世界に殺された。やっぱり変化してはいけないっていうことなんかな。なんなんやろ。もっと詳細を教えてくれ。で薬を飲む。あれ、フラツキヨンかと思った。コップで水を飲みよんか。今日はもうやることがない。ベッドに入って明日を迎えよう。早いって、もっと起きとけよ。もうちょいなんかね、楽しみを見つけるということをしないのか。絶対まだ朝やろ。ファイル2。ね、このファイル1のさ、148って何？私1時間48分もしてないよ。まだね、20分ぐらいしか経ってない。変わっていくものは恐ろしい。世界はもう、かつての世界ではなく、妻と娘はそれに殺された。なんかいつまでもはっきりしないけど、最終的にわかる感じ？認めたくない。何も見たくない。現実逃避。薬は残り少ない。現実を見てしまった時、私はどうなるのだろうか。何、どういうこと？ん？なんかまた汚れが進行してるな。汚れが進行してるってか、なんか穴が開いてきた？なんかね、ほら汚れだけじゃなくてなんか隙間みたいなのできてきてない？大丈夫？家崩壊しない？もうその他の場所は綺麗そうに見えるんやけどな。とりあえずカレンダー確認。今日で13日目。いつまでいつも通りでいられるんだ？え？なんかそのうち変わったことをしてしまうんだろうか。とりあえず顔を洗って、歯を磨く。この辺の水とか電気はどこから来てんの？まあ、電気はあれ、火なんかな？わからん。さあ、食事をとりましょうか。この食事は、常にここに用意されてるけど、誰が用意してんだ？自分？ Are you hungry? え？何？誰の声？パンとチーズから妙な匂いがした。ずっとそこに出しっぱだからじゃない？さすがに古くなってきたのだろうか。だって13日目なんやろ。まあ、いつからあるんか知らんけど、それ。てか、パン、チーズ、どこから？何？手作り？ねえ、さっきのAre you hungryって何？ちょっと今一瞬流しかけたけど。誰の声？だってこれ男の人なんよね。なんか女の人の声やったけど今。薪をくべないと火はつかない。まあ、一応調べるね。この薪から漂うのは血の匂いだ。薬でも嗅覚まではごまかせないのだろうか。ごまかせないのだろうか。嗅覚までは。ってことは本当はなんで血の匂いがしよるんかもこの人は分かっとんかな。分かっとって薬でなんかごまかしよる感じ？何？え？何ねえ、何あれ、なんかめちゃくちゃ動いてんだけど。え、なんか外の様子、え？何？どういうこと？この木って根元こんな赤かったっけ？え、なんかさ、なんか赤くなってない？この蛇口のとこ。で、薪もなんか赤いのついてんだけど。で、なんかあそこのさ、このはためいてた赤いやつが、なんか、何あれどうなったの？へし折れてる？どういう状態？てかまだ鳥のマークついてんな。鳥のマーク。お墓？ね、あの木の上にあるの何？ここにいる彼ももしかしたら、本当は鳥ではなかったのかもしれない。どういうこと？だが私は、古い美徳に従って手を合わせる。そんなもの、もう何の意味もないのに。でもなんかさっき、あれ？違う、え？ルーティーン、なんか違うの組み込まれとった？お墓のマークやったんかな？え、じゃあ最初の鳥のマークはどれ？あの木のやつ？てか、この彼ももしかしたら鳥ではなかったのかもしれない。で、なんか血の匂いのする薪に、薬でも嗅覚はごまかせ。え、なんか、幻覚を見る薬とか、なんか危ない薬やってます？そういうこと？それでなんかどんどん症状が強くなっていきよるとか、そういうことでは。症状が強く、え、わからんぞ。とりあえず木を。ねえ、あれ何？え、なんか落ちてきたし、なんか潰れたよ。何これ？あの薬は慣れるそうだ。もう効き目はないのだろうか。目を開き、すべてを認めなければならないのか。え、もう効果はないのだろうか。こっちが現実？薬の飲みすぎで、世界の見え方がおかしくなってきたわけじゃなくって、こっちが現実で、薬で、まともな世界に見えとったとかそういうこと？なにそれ、キモい。とりあえず、薪をなんなんこの赤いの。割るよ。薪を手に入れた。前まで点々点とかあったっけ？薪を手に入れたの前に。で、雑草を、赤いことには何も触れんかったね。雑草をむしって、あ、で、あれだ。これどういう状態なの？へし折れてるの？何あれ？なんか、形が変わった。何？飛行機じゃない。本当は知っている。飛行機など、もう飛ぶわけがないのだと。もう飛ぶわけがない？どういうこと？あれは飛行機を食い尽くし寄生した肉の塊。どういう世界観？きっとそんなところだろう。いや、意味がわからないです。飛行、なんかそういう、寄生獣とかそういう感じの世界観？そんなに詳しくないけど。で、まあ、あれか。部屋にある洗濯物を持ってこんといかんのか。てか、木から落ちてきたものは何？赤いやつ。なんかめっちゃ動きよったよね。あ、とりあえずあれか。薪をくべる。で、やかん。ほっ。やかんを火にかけて。で、またこのあ、そっか。先にお湯を注いで冷ましておくのか、ちょっと。あれ？なんかお湯の色赤くない？どういうこと？こんなお湯の色赤かったっけ前。だってわからない。とりあえず洗濯物を持っていこう。なんかめっちゃ赤かったよ。どういう状態？はい、洗濯物を取り込んで、これも洗う。で、干すと。ここの水は別に赤くないんか。ねえ、蛇口からあれ赤い水が出てるわけではないの？わからねえ。いろいろとわからねえ。とりあえず体を清潔にします。綺麗になった、ちゃんと。で、またあれや、ちょっと画面が揺れるやつ。思いを馳せる時間。ここに来て何日が経ったかを把握し、最低限の食事をとり、歯や顔を洗い、妻子に思いを馳せ、錠剤を流し込み。でもさっきのさ、やかんのお湯？やかんのお湯は普通に蛇口からひねったお湯ではないの？わからん。でもあっちの洗面台の方には行ってない。ねえ。I love you more than anyone. 何？なんかめっちゃ女の人の声。これ、奥さんの声ってこと？外国人なの？あらゆるものを私から遠ざけ、草をむしり、薪を割り、暖炉にくべ、やかんで湯を沸かし、体を拭き、眠る。今日もいつも通りに。で、写真。そういえば、薬のせいか、ここに来た時の記憶は曖昧だ。ここは一体どこなの？妻や娘の葬儀はどうしたのだったか。奥さんと子供がおらんくなって現実逃避でここに来たってこと？どこなのここは。二人の亡骸の重みは覚えている。なぜ、どこかに運んだのか。確かに普通に触ることないよね。知らんけど。ん？何？なんか、子供の声も聞こえた？奥さんと娘の声ってこと今の。ダディって言わんかった。やっぱ外国人なのか。で薬を飲むと。今日はもうやることがない。ベッドに入って明日を迎えよう。明日はどうなってんだ。でも薬になれるってことは、薬が減っている。そういう演出？でも 148 っていう数字は変わらんのやな。マジで何この数字。ほら、薬が3、2、カウントダウン？なくなっていきよる。当たり前やけど。でもあと2つ？今日飲んだけん、あと1つってこと？どうなんやろ。私は何から逃げているのだろう。不明な生命体により変わってしまった世界から。やっぱ何かに侵食されよんや、世界が。妻と娘の理不尽な死から、目をそらし続ける自分自身から。で、このさ、なんかコメント送りしよるこの下の点滅、これ薬ってことかな、演出。妻と娘が私を責める声がする。薬はもう効いていないのかもしれない。責める？自分のせいで死んだの？日常を日常として見られているのは、ただ私が盲目であろうとしているからだ。だが、それももう限界なんだろう。最後の一粒？めっちゃ崩壊してるけど、キモ。どういう状態？何？なんか汚れとかじゃ、何あれ、目みたいなの。何これ、こっちにもあるし。何なのこれ。根っこみたいなの。なんかキモいものがいっぱいあるんだけど、ルーティンは変わらねえな。どんだけだよ。何がどうなんかよくわからんけど、なんか家も傾いてない？崩壊しよるって。なんか暖炉、歯みたいになってない？気も、なんか外の空の色も違う。うわ、外に出たくねえ。でも家の中にも降りたくないね。でもまだ家の中の方がまだ、色味がまともなだけマシなんじゃないか？いや、わからん。今日で14日目。目を開くべきなのか。目を開くべきというか、なんか目がいっぱいあるんだが。顔を洗いたいけど、何なのこれ、なんか壁にかかってるやつ。なんか鏡めっちゃ上の方に移動してない？そこって感じかもしれないけど、なんか鏡めっちゃ上行ったよね。どういうこと？顔見えんやん。で、歯磨き。何普通に歯磨いてんだよ。逆に。意味がわからないんだけど。マジでこれが現実なの？キモ。で、椅子に座って、おはようあなた。お腹が空いたでしょう。約束通り最後まで処分してね。最後まで処分？このパンとチーズのこと？得体の知れない化け物に食われるくらいなら、どうか愛するあなたに。どういうこと？なんか赤いな、めっちゃ。何、いちごジャムかなんか？ああ。君は最後の最後に、なぜそんな愛を置いていったんだ？奥さんが作ってくれたもの？やけん変な匂いがしてもずっと食べよんかな。てか、どういう状態なの？なんかめっちゃぐしゃぐしゃじゃない？わからん。薪。ね、ここにあった薪はこれなの？本当は。太い血管のような不気味な生き物。あ、これがこの世界を侵食して生きよる、そのなんか寄生獣的なものってこと？襲っては来ないようだ。少なくとも薬の匂いがしているうちは。じゃあもう明日には殺されるんじゃね？今まで私は何を燃やしていたのか。私が薪だと思い込んでいたものは。でも、なんか寄生獣的なものを燃やしよったってこと？なんか洗濯物から血がポタポタなりよるって。え、やっぱあれなんよ、これ赤い水にここもなっとんやって。やっぱね、あれ何が落ちてんのてか、また鳥のマークあるんだけど、もうそんなものねえよ。ここでいいのか調べるのは。調べれないけど。あ、これ？あ、落ちたやつそのままここにあるんや。私が恐れるべきなのは本当にこんなものか。私が本当に恐れるべきなのは、変化に耐えきれず、必死に平常であろうとする。目を閉じ、愚行を繰り返す自分自身ではないか。いや、よくわからんって。これは何なの？なんか白くなったよ。なんか、昨日まではさ、木の先になんか血がついとるみたいな状態やったけど、なんか白くなったんだけど。おはようパパ。私を、何？どういうこと？私をバラバラにして、ちゃんと全部燃やしてね。私が薪だと思い込んでいたもの、血の匂いがする。娘の体ってこと？約束よ。なんか、そういうことよね。うわ、ほら。薪じゃないもん。娘の足を手に入れた。この、雑草もなんか変わった。雑草。何の音？あれも雑草じゃなくて、なんか、ちっちゃい、なんか寄生獣の子供みたいなやつってこと？なんか変な音までしだした。てか、でかすぎじゃね？すごい距離ありそうやけどめっちゃでかい。夏になると、よく3人でここに来た。あ、別荘とかそういうこと？空はいつも快晴で、よく飛行機が飛んだ。たとえ世界がどう変わろうとも、あの頃の思い出が消えるわけではない。ねえ、ちょ待って、お墓。命を弔うのは尊い行為である。そんな美徳が、もう何の役にも立たないとしても、私は自分の意志でこれを続けるだろう。私がそれに価値を見出す限り。やっぱ変わってる部分は気になるよね。これは？パパ、怖がらないで。目を開けて、私たちをちゃんと見てよ。自分の意志で、私たちをちゃんと弔って。お願い。これ娘ってこと？だいぶでかいな。あれが娘？そこで解体して、ここで切り寄ったってこと？で、次洗濯。で、次洗濯とかなんか普通にこなそうとしよるのが怖いんやけど、自分が。娘の足だけど。あ、でも燃やすのか？合ってんのか？で、夜間。あ、ここにもしかして蛇口があるのか？違う？わからん。ないよね。てかもういつも通りの世界じゃないけん、もともとそこが蛇口だったんだかなんだか。まな娘が少しずつ燃えていく。やっぱ娘の体燃やしていきよったんや。じゃあ匂いもすごかったんやないん？私は何の疑問もなく信じていた。変わらない日常の中で、お前はきっと幸せになれるだろうと。マジでこの世界で一体何があったの？で、お湯を移して、また赤いお湯だな。で、洗濯物を。洗濯しても真っ赤になるんだけどな。てかあんだけ血が滴ってるって、まあ、脱水とかはないんか。そういう問題じゃない。え、これ今日着るの嫌なんですけど。いやー、取り込むんかい、それ。前の服の方がマシじゃね。うわー、もうびしゃびしゃ。ほらー、血だらけになったよ、せっかくの綺麗な服が。もう外ですることは終わった。で、体を綺麗にならないだろう。え、でも次着る服は血だらけってことよね、もう。いや、今までの服もきっと血だらけやったんやろうけど。見た目、変わらねえ。血はどこ行った？え、あの血が滴ってた服を着たのでは？よくわからない。てかマジでテーブルの上とっちらかっとんの気になるんよな。愛してるわあなた、誰よりも。ここに座ったらなんか奥さんの声聞こえてくるんよね。奥さんが用意したご飯っていうことなんだろうか。え、じゃあ運んできたわけじゃなくてここで死んだのか。このまま逃げ続けて何が残る。妻子がいて、妻はじゃない、空は晴れ、鳥が飛んで、そんな日常などとっくに崩れているのに。写真。妻と子は生命を得た車に殺された。あ、さっきの規制された飛行機みたいな感じで規制された車ってこと。死の間際、妻は私にこう言った。私をお墓に埋めないで。その墓石が私を食べないって保証がある？あー、お墓さえも規制されてしまってっていうこと？死の間際、娘は私にこう言った。私をお墓に埋めないで。パパの手で燃やして消し去って。私を食べないで。食べないでじゃない。私を食べないっていう保証がある。得体の知れない奴らに食べられるぐらいならみたいなこと言ったよね。最後まで食べてみたいな。え、もしかしてこれ奥さん？食べてるの奥さんってこと？え？これ最後の1個まだある薬。とりあえず今日の分はあるっぽい。もう今日で終わりにしよう。閉じていた目を開けよう。え、待って、これまだ薬完全に切れた状態じゃないってことだよね。え、完全に切れたらどうなるの。でも一応今飲んだけん次の日までは大丈夫ってこと。そして本当の明日を迎えよう。いや違う、本当の明日が来るな。でも今飲んだよ。妻と娘を私として弔うために。え、すること終わったけど、なんか寝ようみたいなのがなかったよ。薬が空になった。もう受け入れるべきなのかもしれない。ねえ、これ。I love you more than anyone.そういうことなんかな、やっぱり。とりあえず寝るか。うわ、ほらやっぱり。妻の肉を食い、娘を斧で叩き割る日常。私もとっくに化け物になっていたのか。まあ、それが日常になっとったらね。この狂った世界の一部になっていたくせに、それから逃げたつもりでいたのか。え、でも、一応、やっとることはあれやけど、奥さんと娘の希望よね。私はもう逃げられない。逃げる必要もない。かつては非日常だった世界が、友を呼ぶように私を呼んでいる。その世界に、とうとう返事をする私の声は、震えてはいなかったはずだ。大丈夫。多分、明日も晴れるのだろう。何？なんて言ったの今。いつも通りに。てか、誰の声？娘の体がなくなった。何あれ、お墓？でもお墓に埋めないでって言ったよ、2人。いや、まああれか。お墓は作ったけど、そこに体はない。鳥が飛んできた。そこに体はないのか。ちょっと千の風になってみたいな感じやけど。終わった。鳥が飛んできて終わった。でも最後の鳥はなんか、普通に鳥に見えたけど、あれもやっぱ違うんかな。だって最後のさ、あ、薬が1に減って、この148が全くわからないな。なんかの数字なんかな。まあなんかの数字なんやろうけど、何 148 ってわかる人おる？私にはいまいちわからねえよ。ほい、ということで、じゃあ今回はこの辺でっていうか終わりたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、Twitter フォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。てか最後結局どういうことなんだ？一応もう奥さんは食べ尽くして、娘の体も全部燃やしたんよね。で、一応形だけのお墓を作って、弔っ、本人はどうなるんだ？もう薬切れたし、狂っていきそうよね。もしかして殺されて終わるんかな？悲しい。そこまではなんか、ねえ、この中では言及されてなかったけど、もう一人であんな場所におったら気狂うよね。なんかじわじわ怖い感じのホラーやった。